はい、こんにちは。ホビケンゴリッシュでございます。今日は、ね、こちらで遊んでいきましょう。ゾイドワイルドキャノンブルに仕事猫を乗っけてみたです。ちょっと前にですね、ドライパンサーに、自作でね、書いた仕事猫を乗っけてみたっていうのをやったと思うんですけれども、今回は、キャノンブルに乗っけてみたらどんな感じになるのかっていうのをちょっとやっていきたいなと思います。前回ね、割とうまく描けていたんじゃないかなと思うので、ちょっと今回はね、トレースするその紙とかは全く使わず、フリーハンドで、まあ、前回もフリーハンド、最終的にフリーハンドにはなったんですけども、今回はね、手本にするものもなく、フリーハンドで描いてみて、どういう形になるのか、はたまたそれはキャノンブルに乗っかって、どれぐらい可愛くなるのか、ちょっと実際にやっていってみたいと思います。ちょっとなんか端っこの方に映ってますけど、まあ、それは気にせず、では早速やっていきましょう。はい、というわけでね、早速準備が整いましたので書いていきましょう。応援してくれてるね、2機がいますけども、あ、ちょっとね、これ前回のね、仕事猫自作したやつですね。ちょっとこいつ外しとかないとね、ちょっと答えになっちゃうんでね、いいかな。もう割とねうまく描けたかなと思うんですよね。このちょっといやらしい感じの目とかね、横から見るとこうすごいみすぼらしいんですけど、前から見ると案外こう、あれなんかそれっぽくねみたいな感じに見えるっていうね。ちょっとこれはね外して、どっか置いとくんでね。さあ、それでは書いていきましょう。前回はね、ドライパンサーの時は割と、なんていうかな、全面にね、出てきてたという感じなんだけど、キャノンブルの場合は乗る人、ライダーここなんですよね、後ろの方、これね、前から見ると実は隠れちゃうっていうね。ちょっと上から見るとひょこって顔が出てくるんでね、前回よりもこうなんか、あっちゃん、なんか仕事猫ちゃんと出てきてんじゃないかなみたいな感じに見えるかなと思うんで、ちょっと楽しみですね。見えるかな、ちっちゃすぎてね、多分描いてる時見えないと思うんですけど、ちょっとあとで出来上がりを楽しみにしておいてもらえたらなと思います。さあ、最初の1個目が書けましたが、なんか記憶だけを頼りに書いてます。なぜ答えが全く手元にないので、まあさっきね、ドライパンサーに乗っけてたやつを正解にすればなんとか見えるんですが、まあ、それは今見てない状態なので、結構うろ覚えの状態です。で、今こんな感じ、まあでも割とね近いかなっていう感じなんですけど、ちょっとこう変態チックな感じになってますけどね。ちょっともう少し可愛い感じにしたいので、もう一回ぐらい描き直して、でサイズ感も合わせていきたいなと思います。さっきよりちょっと目の細さが変わった、なんか犬っぽくなった感じがしますね。ちょっと一回ここで答え合わせというより、まあ前回作ったやつとちょっと比べて見ていきたいなと思います。でちょっと出してみますね。はい、この下のこれが前回描いたやつですね。ちょっとなんかちょっと似てるようで似てない感じですよね、なんかね。でサイズ感ももう少し小さいので、ちょっともう一度この答えは、今一回答え合わせしましたけど、一回
覗いてやってみたいと思います。これ見ないでねやってみましょう。割とさっきに近いような感じにできるんじゃないかなと思います。でこれをねこれでいきたいと思います。でこれをキャノンブルのライダーの顔に貼っつけて、ひょっこりはんさせてみたいと思います。はい、カットが終了しました。いい具合にね輪郭も出ててね、これをつけてキャノンブルがどう見えるのかこの後お楽しみください。さあそれでは、完成したキャノンブルに仕事猫を乗っけてみた完成がこちらです。すごいひょっこりしてますね。正面から見た図だと、こんな感じですね。ちょっとやっぱりちょっとあの耳の部分からヘルメットのあたりは真正面から見ると、まあ、ちょっと見えるかなぐらいですけど、まあ、全容までは見えないっていう感じですね。でこれをねちょっとこう上からこう見るといますね。完全にいますね。で実際はこんな感じになります。だから、ね、前回のドライパンサーの時の方が比較的こう可愛げのある感じだったんですけど、今回ちょっとね、思ったよりもいやらしさが全開になっちゃってちょっとあの変態チックな感じになってますね。で特にねこいつをこうやるとなおさら見えなくなるっていうね。で横から見た感じはこれですね、全くもって何かなんか分かんないですね。なんかあのお祭りの時に売ってるお面かぶってるみたいな感じですねちょっとこの辺から見ると、あ仕事猫かなみたいな感じですね。前回作ったドライパンサーにつけた仕事猫でちょっと乗っけてみたいと思います。それっぽいですね。なんかね、あやっぱ前回より、あ違う、前回の方がちょっとそれっぽい感じがあっていいですね。まあ今回は今回で割とうまく描けたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ前回の方がね、画力が上回ってしまうっていうね感じでしたね。はい、じゃあちょっと今回描いたやつちょっと猫っぽさがだいぶ強いので、ドライパンサーにやっちゃいましょう。はい、2体並ぶとこんな感じになりますと。まあやっぱどっちもねこうあの意外と正面から見る分にはそれっぽく見えるっていうのはいいですね。まあちょっとね今回もあの自作で絵を描いてそれを、まあ、貼って気分を味わってみるというような感じでしたが、割とねこれでも十分味わえるかなと。まあただこれやるとあの本当に欲しくなってきますね。なのでまあ欲しいっていう方はね、まあ、あの Amazon さんとかでも売ってたりするので、まあ、少しプレミア価格ついてますけど、まあ、それを買ってみるのもまあ一つありかなとは思いますね。まあ前回のね動画でも言った通り、4月から5月ぐらいにかけてですね、再販が決定してるみたいなので、まああと1ヶ月近くですかね、1ヶ月半近くですかね、まあ、待つ形にはなりますけど、まあ、ちょっと待って、運試しをですね、やってみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はゾイドワイルドの、キャノンブルに仕事猫を乗っけてみたでした。今回の動画も、面白かったなとか気に入ったなとかって思ってくれた方はいいねボタン、高評価、グッドライクをお願いいたします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。